はい。毎度お気に入りラブリーゲームズです。今回もサブシステンスですね。こちらのゲームで遊んでいこうと思います。前回ね、また死んでしまったので、初めからですね。ハードコア。で、ハンターの攻撃はリベンジアタックのみと。で、1年の長さが48日。デフォルトの2倍ですね。あと、月は3月からスタートですね。これもね、いろいろ選べるみたいですが、まあ、冬場はね、厳しいので、3月から。ということで、スタートニューソロゲイン。はい、どんどんね、木材を集めて、箱を開けて、で、死なないようにね、やっていければいいかなと思います。ちょっと寒いみたいですね、気温が。この橋の方ですね。ちょっと木材を集めたいところですが。寒くないところにね、まず行きたいなと思います。いきなり体力が削られてるんだけど、大丈夫かな、これ。まあね、その辺に落ちてるものは集めながら行きましょうか。おお、ニワトリ。ょっとこれはいきなり厳しいぞ。まあ気温が0度か。まあね、服も何も着てないんで、ズボンが一つあるだけですもんね。そりゃ寒いわ。これスポーンする位置が悪かったみたいですね。やばい、体力がどんどん削られていく。走れないですもんね。よし、エナジーバーを食べよう。あ、やばいやばいやばい。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。ここで死んでしまいましたね。とね、スポーンする位置が悪かったんですけど、こういう死に方もあるのか。はい、じゃあですね、また気を取り直して初めからやっていきたいなと思います。いやーでもさっきのはね、ちょっと厳しいですね。もう熊に見つかった時点でアウトでしたもんね。はい、今度は？あ、
湖の近くかな。あ、そうですね。気温は8度ということで、まあ、さっきよりはね全然暖かいという感じなので、いろいろ集めていきましょう。あんまり近づきすぎるとレベル4の狼が襲ってくるので、一応これだけね距離を見て取っておきましょう。あれ？ちょっと待って、レベル3のクオもいるね。やばいやばい。泳いで渡ろうか。ここにね、ちょっと箱らしきものが見えるので、ついでに取っていきましょう。海藻は今のところなさげな感じかな。はい、ここに武器の箱が一つ。はい、じゃあとりあえず木材だけ集めていきましょうか。この木材は結構、この木はね結構木材が取れるので、ついでに芋虫を取っていきましょう。ここは落ちてなさそうかな。あれ、あんまりクマに近づきすぎるのもあれですからね。ここはちょっと迂回していこうか。ブルーベリーで、今回どこにね拠点を作ろうかな。湖のね真ん中あたりに作ってみましょうか。そうですね、とりあえず湖のね周りに仮拠点を作って、でそこから水上に土台を広げていく感じで作っていきましょうか。まずね軌道に乗せないといけないんで、いろいろ集めてからの話ですけどね。結構素材の集まりがあんまり良くない感じなので、どんどん集めていきますね。
箱がね、ほとんど落ちてないですよね。お、あそこに一つあるか。まあ、先に木材取っていきましょう。とりあえず、矢が手に入ったので、弓をね、作りましょまだね、紐が全然足りてないので、草をね、どんどん集めていきましょうか。これはメディシナルハーブ。振り返れば箱があるじゃないか。おお、バイオフュエル。じゃあこれで、キャンプファイヤーと、あとファイヤースターティングキットですね。これもあと草が一ついるのか。草がね、全然生えてないですよね。見逃してるだけかもしれない。あ、ここにあるわ。先にこっち作ろう。見逃しのね、ないように、どんどん集めていきたいなと思います。使ったかな。まあレベル2なんでね、そんなに追っては来ないと思うんですけど。で、ここにね、箱が1つ落ちてますね。あ、2つあるね。ウサギか。まあね、弓がないのでちょっと今は仕留められないんですが、草がね、全然見つからない。ちょっと体力も減ってきたけど。
体力をね、回復しつつ、木材を集めていきましょうか。この辺り結構草が生えてますね。で、ついでにね、水の中も覗いて、海藻があるかどうかだけ。ああ、なさそうですね。あ、ここに一つあるわ。この辺りも何もなさそうかな。あ、箱が一つ落ちてるぞ。で、その奥にも一つ。熊とかは大丈夫そうかな。とりあえず矢を弓をつく、まだつ、あ、今あと木の棒が一つか。じゃあこれで弓も作れますね。はい、じゃあね、ウサギかニワトリがいたら仕留めていきましょう。お、いました。よし。命中ですね。
で、あとね、水筒も作っておきたいところなんですが。作れますね。はい、じゃあね、一通り、まあ、素材も集まったと思うので、これから、今晩過ごす場所、まあ、仮拠点の建設予定地まで、あ、ウサギがいるね。仮拠点の建設予定地まで向かいたいと思います。ただ前方にクマが、あそこのね、岬みたいになってるところからね、橋を架けて水上拠点に行けるようにしようかなと思ったんですが、クマがちょっと邪魔ですね。あ、ニワトリ。外したか。ちょっとずれましたね。羽がねないので、ぜひとも仕留めておきたいところ。よし、命中。とりあえず今晩の食料はなんとかなりそうかな。で、この先にもね、またクマがいるんですよね。で、体力がやばい。ちょっとじゃあこの辺に土台作っちゃいましょう。はい、じゃあね、ここを仮拠点にして、しばらくね、生活していきたいなと思います。
湖のほとりなので、まあ、水に困ることはなさそうですね。はい、じゃあね、プロテインが全然足りてないので、また引き続き素材をというか食料をね、集めていきたいなと思います。あと木材も足りてないですね。いや、いろいろ集めないといけないので大変ですね。レベル3のクマですね。あ、さっき言ったやつか。ニワトリかウサギを仕留めたいんだけど、いないですね。サギか。ちょっとこれは草で隠れてよく見えない。よし。あ、鶏の方は逃げてったね。ただこの辺りは見やすいぞ。よし、これで食料は大丈夫か。お、で久しぶりの箱、建築の箱ですね。よし、だんだんいい感じになってきましたね。この調子でどんどん集めていきましょう。食料、プロテインのメーターがまだ半分程度なので、もうちょっと仕留めてもいいですね。まあ、ウサギかニワトリがいればの話なんですが。
かれてるの。いやー、武器の箱あるのにね、取れないね。あ、ウサギ発見。ただものすごい勢いで逃げていくけど、あー、ちょっと暗いか。まあじゃあね、そろそろ日が暮れそうなので戻りましょうか。いやー、前方にクマがいるね。よし、箱開けよう。で、あとね、アニマルトラップも作って仕掛けておきましょうか。それか釣り竿を作った方がいいか。ただね、釣り竿はもう少し紐が必要になって理想なので。あ、ウサギ。まあじゃあアニマルトラップ作っておきましょうか。はい、じゃあこんな感じでね、初日は無事に乗り切れたので、今回はここで切りたいなと思います。はい、じゃあですね、皆さんもいいゲームライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。